ップを迎えます。今日もスタジアムには注目の一戦を見届けるため大勢のサポーターが続々と詰めかけました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ヴィッセル神戸が湘南ベルマーレと戦います。なかなか面白いカードに、見事なスルーパス、何かゴールを見る。序盤にチャンスが来ましたが、ここは先制点を奪えません。決めておけば試合が楽になったんですが、まだゲームにうまく入れていないようですね。いいボールを送りたい。今日はアウェーチームはどうでしょうか。このチームはここまで期待以上の成績を残しています。まだシーズン前半ですが、梅崎司、今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。ゲームは立ち上がりからの発瞬、先制点が生まれました。流しています。プレーオンです。フリーキックから試合が再開します。キーパーの勇敢な飛び出しでした。しっかりボールを抑えています。サイドにスペースが空いています。パスをカット、いい読みでした。スローインで試合が再開となります。クロスを上げたい。これはチャンスだ。リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですが、その上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。ゴールを決めて喜びも爆発しています。ここにいますイニエスタ。ここはドリブルで前に出ます。イニエスタが絡みます。何を狙うのか、うまいパス、走り込んだ味方にスルーパス、ゴール。最後はキーパーとの1対1ですね。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。このミスは痛い。相手にパスを出してしまいました。狙ってきたぞ。見事なコントロール。素晴らしいゴールが決まりました。丁寧にコースを狙ってきましたね。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。さあゴールを狙いに行く。イエス、ゴール決まった。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。ホドルスキー、うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ドリブルです。抜いた。周りを確認したい。ゴールが決まった。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ルーカス・ポドルスキー、スローインです。さあどうする。狙いたい。がっちりキャッチします。
山田直樹。ボールを運びゴールに襲いかかります。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。見事なスルーパス、面白いボールが出た。キーパー難なく対応しました。せっかくのチャンスを無駄にしてしまいましたね。ウェリントン、危険なタックルでした。レッドが出るかもしれません。レッドカード、これで退場です。こういうカードはいらないですよね。万が一追いつかれるようなことがあれば、この選手が責任を問われるでしょう。このボールは決定的、キーパーが止めましたがボールは生きています。ここはパスミスになりました。ボールを失います。イニエスタ、うまく振り、これはあるぞ。キーパーと1対1でしたが、大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。うまく読んでいましたね。狙える位置です。チャンスにできるか。どうする。キーパーといスコアは6対0。前半は一方的な試合展開でしたが、後半のキックオフです。しっかり見えています。決定機にもなりかねないパスはディフェンダーにカットされました。このボールはスローイン。山田直樹、小林翔太、梅崎司、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。これは見事なインターセプト。ここからどうするのか。抜群の飛び出しを見せました。素晴らしいセーブを見せています。迷いがありませんでしたよ。これは大事なプレーになりますね。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。梅崎司、ここから狙うのか。ルーカス・ポドルスキー、ここはボールをダッシュしました。カウンターのチャンスが巡ってきた。空いているスペースが見えたか。守りきれるか。入りました。ゴール。3点目のゴールはハットトリックとなりました。ここは簡単にゴールへ流し込みました。こういうチャンスはめったにないんじゃないですか。別の角度からご覧ください。ルーカス・ポドルスキー、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。パスが通ります。見事なスルーパス。裏に抜けるプレーが彼の持ち味です。ちょっとタイミングが合いませんでした。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。ボールを奪われました。ここはよくスペースが見えていました。狙いは良かったんですが、味方は誰も触れられません。オフサイドです。これはどうでしょう。岡本拓也、
どうだ、キーパー弾く。中に入れた。キャッチできません。ボールがこぼれた。ここはキーパーが抑えます。先ほどのシュートに比べれば簡単に処理しました。そうですね、あれは見事なセーブでした。決めに来た。入った。ゴール隅にきっちり決めてきました。見事に隅に決めてきました。それまでのコントロールも素晴らしいですね。素晴らしいゴールが決まりました。狙いすましていましたね。見事なコントロールです。ボールは相手に渡ります。何を狙うのかしっかり見えています。綺麗な弧を描いた。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。何かしてきそうですが、前に運んでいます。これは見事なインターセプト。岡本拓也、小林、ディフェンスが素早く対処しました。走り込んだ味方にスルーパス、セーブ。素晴らしい反応速度でしたね。ボールをよく見ていましたよ。タッチラインを割りました。スローインです。さあフレッシュな選手が入ります。前方に運びました。素晴らしいボールです。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。ゴールが決まった。こんな近くで持たれたらなすすべなしでしょう。このゴールでさらに勝利に近づきました。完璧な試合運びですね。相手を終始圧倒しています。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。梅崎司、見事なスルーパス。期待の持てる展開にも見えましたが、ここまで。決まるか。ゴール。ボールがネットを揺らしました。もう勝負はついていますが、遠慮しませんね。最後まで集中力を切らしませんね。試合はほぼ決まっていますが、まだ点を取りに行きます。素晴らしいですね。この得失点差が後々に効いてくるかもしれませんよ。残り時間が少なくなってきました。厳しい展開になっています。ボールを奪われました。さあどう来るのか。入りました。ゴール。最後まで容赦しませんね。これが力の差でしょうか。ゲームは大差がついていますが、攻撃の手を緩めません。シーズン後半に得失点差が重要になることもありますからね。正しい姿勢だと思います。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。ここでタイムアップ。試合終了です。今日は素晴らしい。